は永遠に進化する。地球上の生物も長い歴史を経て様々な形で進化を遂げてきた。我々が地球上で生きていくためには、この世界で最もふさわしい生命体になる必要がある。今実験の準備は整った。過去の時代に滅び、今日を生きるあらゆる生物を観察し、より良き明日の生命を知る時が来たのだ。今日中に山を越えるのは無理だな。この辺をねぐらにするか。今日はここで泊まるの？ああ、イエローたちが来る前に付近を偵察してこよう。オッケー。どうした、スティック？今何か動いたぞ。イビットが？もういやいや、こんな生活耐えきれないよ。慌てるな、ミント。よし、調べてみよう。なのか？なんだあれは？なんだ？何のことだ？んだけど、ジム、うん、西の森にはいなかったぞ。くそ、一体どこへ行ってしまったんだ。スティック、一体どこへ向かって走ってるんだ。わからん。とにかくあんな化け物はもうごめんだぜ。見ろ。出口かもしれない。行ってみよう。よし。
口だ。助かった。うわ、なんだ。お昼寝しちゃったみたい。一体どうなってんだ。まるで化け物屋敷だ。早いとこ、インビットだ。何？いないじゃないか。見間違いじゃないのか。わおわお。レイ、見て見て、おっきなタマタマちゃん。なんだそれは。変なものには触らない方がいいぜ。大丈夫よ、うまいでしょ。あー、迷っと。おろおろ、怖かったよ。ミント、お前が余計なことを。あ、インビット。どこにもいないじゃないか。いや、確かにいた。確かにあれはグラブだった。だが、なぜ襲ってこないんだ。ここは一体何なんだ。煙いな。この辺は変な木ばっかだもん。晩ご飯まだかな。お、いたいた。魚まで古代食豊かなの？あ、プテラノドンだ！でっかい鳥さん！化け物だな！どうしたって言うんだよ、あの3人は。そこら中探すだけ探したんだ。あとは待つしかない。まったくイライラさせるぜ。風紀のやつ、心配じゃないのかよ。よくまあ眠ってられるもんだ。あんたたちの話がうるさくて眠れやしないよ。風紀も心配で眠れないのさ。なんだい、だったら素直に心配そうな顔をすればいいのにさ。こんな気味悪いところでよく寝られるな。まだ子供さ、仕方ないよ。お前もガツガツとよく食べるよ。これからどこへ行けばいいのかもわからないというのに。えい、聞いてるのか。ちょっと黙っててくれよ。今、混乱した頭を整理してるんだ。まあ、せいぜい整理してくれよ。なんかがこう頭の中で引っかかってるんだよな。Thank you.
もしもこれが本物の古生代の原始動物や原始植物だとしたらどうなる？古生代の原始植物、両生類の時代、それでもって中生代の爬虫類だ。なんだか俺たち博物館で地球の生物進化の様子を見てるみたいじゃないか。様子を見る？ おい、どうしたね？そうか、そうだったのか。ねえ、スティック、もしかしてここはインビッテの実験場かもしれないぞ。いや、きっとそうだ。実験場？一体何の？奴らは地球の生物の歴史をいじくってるんだ。地球の創世期からきっと現代までの生物の進化、そう、進化だ、進化の実験をしているんだ。進化？急に変なこと言い出すな。熱でもあるのか？きっとそうだ。地球を制圧した奴らは地球上で生活するために動物実験をしてるに違いない。落ち着け、レイ。俺たちもその実験モルモットなんだ。そうか、だから奴ら俺たちを襲わないんだ。落ち着くんだ、レイ。スティック、早くこっから脱出しないと俺たちは実験材料にされちまうぞ。メラ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 。人間は永遠に繁栄する生物ではない。なんだ、何言ってんだ。声までおかしいぞ。生物は永遠に進化する。あ、ちょちょちょ、人間は進化の過程の生物に過ぎないのだ。地球は別の進化した生物たちの時代となるのだ。メラメラメラ。あ、ミント、しっかりするんだ。取ったの？お前、俺が誰だかわかるか？イエローちゃん。あ、やっぱ打ちどころが悪かったか。レイ、冗談よ。あな、あたい、インビットと結婚して夢見ちゃった。なんか変なこと言わなかった？ミントは普段から変なこと言ってるじゃないか。うじうじ、人を奇人変人扱いしないで。あ、見て見て、キャンキャンよ。巻き込まれたらまずい。レイ、ミント、早いとこここを離れよう。あ、ミント、しっかり捕まってろよ。ミントと隠れるんだ。わかった、行くぞ。なかなかやるもんだ。この分じゃ俺の出番はなしかな。鳥さんたちかわいそう。かわいそう？大丈夫か？なんだあれは？なんだ？一体どうしたって言うんだ？地震だ！
え、行くぞ。おう、ギャギャ、見て、エンビット。間一髪だったな。恐竜さんたちかわいそう。ああ、インビットに作り出されて勝手な都合でまた殺されてしまった。でも考えてみれば人間も同じだぜ。自分たちが生き抜くためなら罪もないものも平気で殺してしまう。あたいたちが自分たちを守るためにやったように。うん、バカな、人間とインビットが同じだなんてことがあるか。わかったわかった。うん、レギオスだ。しかし、思えば不思議な体験だったよな。フーケにいっぱい話してやろうっと、ねえね。ああ、だけど誰も信じてはくれないだろうな。スピード